こんばんは、アメオトンです。FTL、早速次のセクター、今第4セクターですね。第5セクターが、ゾルタンかマンティス。まあ、ゾルタンがいいかな、行きましょう。で、ゾルタン船が宇宙警備についていたが、あなたが連邦であることを確認すると、すぐさま通行を許してくれた。いいですね、味方ですね。反乱軍にはもっと厳しくしてもらいたいものだ。では、移動しましょう。とりあえず防衛ドローン欲しいよね。防衛と出口はこっち。まあ、こっから行きますか。船体強度やばいんだよな。あとシールドがもう一枚欲しいか。驚いたことに停止していた一隻のゾルタン船が砲撃してきた。あれ、ゾルタンで？なんで？下達者だって。武闘派がいるってよ。戦闘ドローン出して、まあ、バーストレーザーでシールド剥がした後にパイクビームだな。全部溜まるまで待とう。実弾が怖い。あ、でもイオンだね、これ。イオンと、あ、実弾あるな。避けろよ。ぬぅ。溜まったので、こうかな。こっちか。剥がれたところで、こうかな。5個入るね。よし。素晴らしい。うわ、武器壊れてねえのか。うわっ、 O2 戦隊がやばい。倒した。戦隊強度がやばい。実弾兵器になすすべがない。とりあえず回避上げとく。シールド上げるよりまず回避じゃねえこれ。これでまだスキル溜まってないの、デクランって。もしかして、いや、溜まってるね。 40% ぐらいいかないんだっけ。 39%。 そっか、あとなんかあげないと回避上がんないんだっけ。怖えなー。行きますか。救難信号あるよ。遠回りしていきたいんだけど、まだこっちが広いからな。ここ行った後いろいろ回れるでしょ。救難信号はとある無人惑星軌道上に浮かぶ小型宇宙ステーションから発せられていた。衛星防衛システムね。撃たれてしまう。助けると約束しよう。エンジのクルーで照準リペアを、照準システムを遠隔リペアする。これ！お、エンジが防衛 AI のバグを遠隔操作で取り除いてみせ、おかげでステーションのスタッフは安全に接近し、修理を終わせることができた。ありがとうございます。どっかいいショップを知らないかい？あ、やったわー、直そう。多種族の魅力に取りつかれたゾルタンがこの世に、この地にエイリアングッズ、そうね、自分以外はエイリアンだもんね、要はね、の店らしきものを立ち上げていた。あった、買います。防衛ドローンが買って、これはあれ、そこに入んのか。どっちかっつうとこっちメインだよな。で、修理いる？戦闘なくてもいいかもね、正直。これ、武装としてはかなり強いと思うので、一応取っとく？装置修復はこれはこれでありかもしれない。1個上げるだけで使えるから、ドローンを。これだよね、1個上げるだけで、あー、難しいな。2個上げて、2個上げるとこの防衛と戦闘両方使えるのか。うわー、これは難しいぞ。対ミサイルに集中するんだったら防衛ドローン2台使いというのもありかもしれない。とりあえずあとはいらねえかな。で、直そうか。これなー、もうちょっと直してえな。防衛ドローン手に入ったから実はそんな食らわねえと思うんだけど、今後、次はあれか、レーザー系、ビーム系を防ぐためにシールドを上げたいな。まあ、どうしましょう。これぐらいにしとく。第8セクターまでね、たどり着けば。あ、攻撃力高いやつだこれ。ジェフ・スラック、
はい、もうちょっとこれぐらい、15、これでいこう。では移動します。スクラップ貯めといた方がいいよな。どうしよう、行きましょう。大回りしていこう。ゾルタン中域内の静かな界隈へとやってきたあなたは、そこで古代ゾルタンの賢者と出会った。空間の裂け目の力を活用する術を得得しておきながら、その力によって正気を失ってしまったらしい。ちょっと何これ、強制？己が破滅を選べと賢者が問う。結局はこうなってしまうのか。何これ、古代ゾルタンの賢者だって。待って待って、これなんか嫌な予感。己の破滅ってことは選んだやつが死んじゃうみたいな。ロックが一体いる。スラックがいないからスラックにしてみる。俺の予想では選んだ種族のやつがやられる。いくぞ、スラック。はい、なんだ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 、どういうこと。普通にスラックの敵出てきたぞ。柔らかな腹に騙されるな連邦よ。ワームホールが開き、その数秒後別の方向からスラック感が襲ってきた。え、これ狙ったやつが襲ってくるのかな。どういうことだったのこれな。実弾から分かんねえな。防衛しとこう。これ見て実弾かどうかを判断できるようになれば。あ、これ2個積んでんのか。防衛ドローン出すか戦闘ドローン出すかね、選択ができるようになるよな。実弾くせえな。溜まったら撃つぞ。はい、大丈夫。パイクも溜まったので、武器シールド、これでいい。まずシールドか。シールド2枚あるもんね。よし、でパイクビームをこうかな。よし、あと4。撃っちゃってんな。まあまあいいか、大丈夫だ。防衛ドローンいらなかったな。うん、なんだ。あなたは残骸から物資を回収し賢者と交信した。賢者何者だったのよ。なんだ、あなたが勝ち名乗りを上げるのを見てゾルタンの賢者は怒り狂った。何言ってんの。空間の裂け目が宇宙を引き裂こうとしていたが、ゾルタンの方が内側から吹き飛んでしまった。よかった、全然賢者じゃないじゃん。同時にあなたの船の方へ別次元から吸い出された鉄くずなどの衝撃波が飛んできた。わけもわからず手に入った。オッケー、いいでしょう。防衛ドローン出たまんまだな。あれ、これ落とされない限りいいんだっけ。戦闘ドローンじゃない限りこれ消えないんだっけ。いいのか。よし、じゃあ移動しましょう。ここ、あ、やばい、シールドやったけよかった。反乱軍の船から通信が入った。連邦のクズめ、やめてくんない？クズ呼ばわりって。たまるのを待とう。あ、防衛ドローン消えてるわ、やっぱ。ドローン回収ハムが必要です。ショップを目指そう。大丈夫大丈夫。たまった。よし、今がチャンス。4つがいっぱい。武器とシールド壊したいよね。この味いいんじゃない。いいねいいね。防衛ドローンがバッチリミサイル落としてくれてる。よしよしよし。燃料くれる場合は申し出に応じようって俺決めたんだよね。よし、応じましょう。ではどうしよう。シールドいっとく。確かあのアーム回収ドローンじゃなくて違う違う、ドローン回収アームね。アーム回収ドローンってなんだそれって感じだよね。あれが50円なんで、シールドいける？ 100 と60、160かかんのか。2足んねえわ。なし。移動しよう。ショップ。ここ行ってからショップ？いや、こっち行っても別にどこでも行けるか。まずショップ行こう。200あればね。人間の船から通信が入った。覗いていく。おーおー、スクラップ。あ、でもページ2がある。戦闘突入ビーム、スクラップ回収アームオートリローダージャマーで、ページ2に、あーねえわ。
どうしようかな。バーストレザー1型なのに結局必要努力2なんだね。これ完全介護官だよね。バーストレザー1、2に対してハルバードビーム、充填は遅いが十分強い。あー、ハルビームいらねえかな。突入ビーム、うーん、結局セクター8行く前にクローク欲しいもんね。これならばもう売っちゃって、これいらんかな。武器これ以上上げるの大変なんだよね。90もかかるから。だから武器売っちゃってシールドを3枚にした方がいい気がする。これ売っちゃいます。銃レーザー、ヘビーレーザー2型で、これとこれシールド3枚よし、行きましょう。結局何も買うもんなかったな。まあこれで次のショップで、あ、これ2個目か。3つショップ見たことねえもんな。ドローン回収アームが欲しい。あなたのセンサーが整形内を漂う難民船をキャッチした。反乱軍の侵攻を逃れてきた多くの船の一隻に違いない。あえて人目を避けている節もあるが、更新する。なんだ、あなたから連絡があって難民たちは胸をなで下ろしている。ミサイルに払ってドローン、あ、いいよ、全然いいよ。もっと多くてもいい、数が。ミサイル、俺ミサイル兵器持ってねえから。よし、移動だ。急な信号、間に合うかこれ。結構ギリギリじゃない。行くか。デブリだ。あなたのワープがマンティスの海賊船を追って小惑星帯へと向かう。ゾルタンの警備艇を妨害してしまったようだ。ゾルタンを妨害しちゃった。逃げてんのはマンティス。通信が入る。君がこの中域にとどまることは一向に構わないが、お願いだから余計なことに首を突っ込まないでくれ。どうなんだ、怒られるかな、ゾルタンに。マンティスは倒しても構わないと思う。だから味方するならゾルタン艦だよね。首を突っ込まないでくれって言われて突っ込んだら怒れそうだよね。でも突っ込む。あなたはゾルタンを追い越し、ゾルタンの艦を追い越し、小惑星帯のマンティス艦に追いついた。お友達作りの時間だ。お友達になろうよ。防衛します。デブリか。ここ一体できた。マンティスが全部溜まったら撃つ。溜まったこう当たってなぎ払うと。これ5個だね。こう。あと1ダメ。向こうも投げ払い持って。危な、マンティス。これで落ちるべ。余計なことをしてしまったけど。マンティス艦の残骸を漁っていると、宇宙の安全を守るゾルタンの警備艇が3隻の応援を引き連れて戻ってきた。あ、結局逃げんのね。会わないで。あなたは尋問に呼び止められる前に物資をかき集めて立ち去った。倒したよって連絡入れといた方がいいんじゃねえのっていう気はするけどね。では回復していきましょうか。デクランとエマ、あ、ちゃんとドローンも破壊してくれるんだね。あ、でもこれやれないんだね。やっぱ安全とは言えないのか。体力満タン、行きます。あー、やられた。結構ギリギリかもしれんな。あなたが挨拶する間もなくビーコンの近くにいたゾルタン船がワープで飛び去った。警戒心の強い種族なんだ。そうなんだ、友好的でもないんだね。防衛が、あ、壊されたばっかだからか。これちょっと待った方がいいのかな。回復するまで再構築中。行きましょう。では、あー、あ、ショートカットできる。ギリギリだな。一隻の海賊船がゾルタンの小型巡洋艦を略奪している。はい。防衛。
ワープ来る、ロック来るぞ、ロック。待って待って待って。ロック対マンティス。もうちょっとで溜まる。溜ま、ん、結構向こうも。よし、で、これで5個、5個、いいんじゃない？素晴らしい、倒せそう。まあこれでもう倒せるわ。あとは問題なのはドローンだよな。取り乱した様子の通信が届いた。何でも持ってけ、とにかく殺さないでくれ。相手ロックだよね。あ、残りエンジンになってんだ。あ、これ人だな。燃料くれる、燃料くれるか。よし、許そう。回復、回復。 OK。 ゾルタンがここにいるのちょっともったいないかもな。今んとこ役に立ってねえんだよな。どうしよう。後半になると強くなっていくみたいな話なんだけど、あらゆるシールドを貫通する。だからシールドが4枚でも当たるし、あとなんか必中らしいのよね、これ。耐久プレイっていうのも面白いかもしれないけど、まあ、今回はあまり使…あー来ちゃってる。これ連反乱軍とやっぱ戦うんだよな。いやー、やっちゃった。最悪逃げるっていう手もあるのか。また来るぞ。溜まったら怠慢でいけるでしょ。向こうもバースト3だ。よし、回復早いね、シールドの。これ4つがいっぱいか。4つがいっぱいか。武器壊した方がいいな。こうだな。あんまり通んなかったな。倒した。あー、逃げられた。回復しといた方がいいな。また来るかもしんないので、撃っちゃった？撃ってないよね。撃つの中止して、パイクビーム溜まるの待つ。溜まった。よし、で、またこうだな。あと4。うっ、また来た。これで落ちるね。オッケーオッケー。残されたクルー。ワープ、これ乗ったままワープってできんの、こいつらが。まあ、とりあえず砲撃はされないんで普通に倒そう。結構ギリギリ強かったね今の人。種族人間でしょあれ。やっぱマンティスといえども、あのスキルを上げていきたいとこだよね。ジャック。もうちょっとでクルー攻撃力が上昇する。エマも、って感じか。了解。よし、移動します。次のセクターへ。ゾルタン中域。2連続だね。ゾルタン中域でやってきた。はい。では、次の場所へ。出口、ここ。なんか行ける場所がすごい少ないね、ここ。燃料、結構もらったつもりだけど、やっぱり、この程度になっちゃうんだな、数が。まあ、こっちかな。遠回りするかどうかっていう判断が難しい。とあるゾルタンの研究施設やってきた。またこれか。これ、成功率が高い気がするので、協力しようか。スキャンだけで、スキャンだけ。大丈夫だよ、いける。オッケーです。ただ研究に協力しただけ。溜まってきたな。何あげよう。シールド4枚目は結構きついんでね。180と
って感じだよね。クロークに取っておくかドローンを上げるか。ドローンの防衛ドローンが50と70で戦闘と防衛が出せる。迷いどころだ。ちょっと貯めとこうか。動力1の武器とか手に入るかもしれないからね。ショップ来た。ビーコン回収かクローク。ビーコン回収かクローク。来たね。ページ2もある。イオン砲。マジか。これは、春レーザー、なんだっけ。パイクビームとどっちが強いんだ？何も考えずにさ、バーストレーザー2型を3連射かける3だから9連射か。っていうのも面白いよな。でもまずクローク優先だよね。まずクローク優先。買うよ。買うしかないよね。買います。ん？最後のシステムワークです。ん？どういうこと？あ、多分じゃあテレポートが使えなくなるってことか。システムワークってのがあるんだ。あ、ここか。このドキュービームが入ってるから、そういうことか。システムっていうのが8個までなんだ。いや、いいです、いいです。買います。クロークの方が重要だろう。あ、でもそうするとあれか。テレポートで乗り込んでっていう戦闘方法ができなくなるんだ。あー。でもなんかあれじゃない？バーストレーザー9連射でさ、一気に武装壊せそうじゃない？買います。はい。で、あと、いらないもの全部売って、いくらだっけ？ 80 だっけ？ 80 に足りるかどうか、65足んない。27。これで52。67。足りるな。27、25で52でしょ？ 67。82になるから、バーストレーザーに変える。パイクビームでいい気がするんだけどね、正直。やってみっか。売りましょう。これと、戦闘と修復でバーストレザー、やったー、並んだ感動ですね、ある意味で。クロークが C ね。これもね、ショートカットで操作できるようになると結構楽だよな。覚えとこう。 C ね。 C いきます。ワープ、2連続ショップ行く意味がないので、こっち。大破寸前のゾルタンの貨物船から最後の通信を受け取った。ゾルタンからの通信で奴らがいるんだ。マンティスがいるんだ。マンティスかね、これ。テレポートあるわ。これ来るぞ。何体来る？ 2 体来る。まずシールド？防衛出して。電力が足んない。なぜだ？あれ？パイクレーザーって1だったの？動力。いや2だよね。なんで足んないんだ？いや、まあこれキロじゃ。で、やっつら、ちょっと待ってね。全部ここ、まずシールド壊す。来るので、4人入る？ 4 対2。結構危ない。逃げられた。それがなぁ。また、あ、クローク入れたからか。いいよ、クローク多分今いらない。回復。シールド。9連射。3発防げるんで大丈夫。また来るかな。
落とした。9連射いいな、圧巻ですわ。だからひたすら耐えるべきだよね。だからこっちもさ、防衛ドローンがいいかもしんないね、次。あと、あれか、リアクター上げとかないと。これで。よし、移動します。星雲か。ショップ。まあ、出口近いんで、ちょっと大回りしてまた、スクラップを稼ごう。通信が入る、この地域は立ち入り禁止だ。その船は証拠品として没収する。この孤立したビーコンを守っているのは一隻の警備艇だけらしい。強行突破を決断したゾルタンじゃん、これ。撃ってきたらクロック、ビーム砲はいい。怖いのしちゃった。撃った今。お、何来た？爆弾。あ、ミスです。向こうのシールドも硬えな。実弾ある？あるっぽい。よかった、ドローンがいる。次武器だな。2だったらな。え、なんか進んでない、いきなり。船が大破したなんていうメッセージがなく、あなたは敵船内でとある兵器を見つけた。そして誰にも邪魔されることなく船に取り付けた。はい。あれ、俺今押した？また設定変わった？ほっとき無効なんだけど、なんか、許すボタンを押したっぽいぞ。まあいいか。これはね、これはいらんな。2だったら面白かったのにな。バーストレーザー24台セットっていうのが。いやー、ダメだな、全然電力足んねえわ。とりあえず移動しよう。ショップ行って売る。まあ、出口まず星雲です。しんと静まり返っている。何もなかった。ショップいいか。こっち行けないからショップ行かずにこの線打って遠回りして出口へ向かおう。この辺りでは多くの船の残骸が絡み合い眠りについて待っていた。ライトが瓦礫らしきものを照らす中、残骸の中から反乱軍の偵察兵が飛び出してきた。戦闘ドローンが2機飛んでる。防衛出した方がいいか。まあドローンがちょっとやばくなってきたんで、まずこれ止めよう。多分実弾ないので、なんとかなる。クロックもあるし。来た、クロックで、ドローン壊して次武器。こっちの方が連射早いね。次シールド。直すやつもいないんで。いいねいいね、これは強いぞ。移動します。出口行くか、こっち行くか。ここだな。うわはは、反乱軍の船から通信が入った。連邦のクズめ。でもさ、わざわざ通信くれるっていうのはなんかちょっと優しいよね。普通なんか何もせずに撃ちそうなもんだけど、なんかでっかいのあんね俺。実弾っぽいんで。で、まずシールドか。撃ってきたらクローク。クローク。もう一回シールド壊そう。ちゃんと壊そう。ドローン頼む。ナイス。いいぞいいぞ。燃料くれなきゃ許さない。止めない。あ、クルーが倒れてたね。はい。やべ、強えかもしんない。お、燃料増えた。
これクローク上げてクールダウンが早くなるんだっけ、持続が長くなるんだっけ。レベルを上げるとクローク時間が伸びるのか。次の回避 3% しか増えねえから、回避はこれ打ち止めにしてクローク上げた方がいいかもね。リアクターあと3つか、まあ、もし万が一バーストレーザー2が手に入ったらここに突っ込むか。あとドローンか、防衛ドローン2台持ちっていうのもやりたいところだ。こっち行っちゃうとアウトなんで出口行こうか。行きます。オッケー。あなたのセンサーが生計内を漂う難民船をキャッチした。更新する。あなたから連絡があって難民たちは胸をなで下ろしている。ドローンパーツ1個で燃料7ってこと？めっちゃお得じゃんそれ。はい、ありがとうございます。では次のセクターへ。反乱軍の拠点かスラッグ、どっちもやだな。あ、主星雲っていうところ行ってみたいね。あ、でも星雲か。